D スターとは日本アマチュア無線連盟が開発した音声モードとデータモードとを持つデジタル化されたアマチュア無線通信網である。従来と同様の無線起動し直接の通信またはレピータを介した通信のほかにレピータ間の中継ができるよう設計されているなどの特徴がある。D スター方式のレピータをここではデジタルレピータと書く。 通信モードには DV モードと DD モードとの2種類がある。電波形式は F7W である。VHF-UHF 帯を使用し、音声をアンベが開発したコードマルチバンドレーシング方式、Advanced m バ,バンドエクスティションの略で 2.4kbps に、符号化し、GMSK で変調して、専有周波数帯幅 6kHz で送信する、モードである。 DV モードでは、音声の伝送と同時に 4.8kbps の低速デジタルデータ送信が可能である。1200MHz 帯を使用する、専有周波数帯幅 150kHz で、速度 128kbps のデジタルデータ、通信モードである。イーサネットフレームを透過的に流すことができる。DD モード対応トランシーバはイーサネット接続が必要である。 前方誤り訂正が含まれていないため、データエラーには上位層が再送を行うことによって対応する。そのため、マルチパス等によってエラーレートが上がると複層が生じて、伝送速度が著しく低下するという問題がある。市販モデルとしては、アイコムの IC-9700 が DD モードに対応している。デジタルレピータ極間は 5GHz。 または 10GHz 対レピーターシスト局による 10Mbps の非同期転送モード回線、もしくはレピーターに接続されたゲートウェイと呼ばれるホスト PC 間のインターネット接続により中継ができる。DD モード上の TCP、IP についてはゲートウェイから外部のインターネットへも接続できる。ターミナルノードコントローラを利用する従来の パケット通信とはインターフェースが異なるため、相互利用はできない。従来のパケット通信でも TCP、IP 通信が行われていたが、そちらは、a X25 に IP を載せたものであり、D スターの DD モードはイーサネットであるため、直接の相互運用はできず、0や3を通す必要がある。ローカル局同士直接のデジタル音声、デジタルデータ通信も可能であるが、 ローカル局の無線機からデジタルレピータを経由して相手、先の無線局またはさらにアシスト回線、ゲートウェイ局経由のインターネット回線などのデジタル感染網を経由して、別のデジタルレピータを経由して相手先の無線局と通信するという利用法が広く行われている。応用として DV モードのデジタル音声通信と同時に GPS と DV モードの 4.8kbps デジタルデータ通信機能を利用して位置情報をリアルタイムに交換し合う通信方法が利用されている。2006年9月以降に周波数などが再編成され4 3 0メガヘルツでの DV のレピータ曲も増設された。D スターのレピータは当初日本国内 G1 イコール第1世代だけだったが珍しく日本初の企画が 欧米に広がり世界規模のアマチュア無線デジタル網に育った。2015年現在、世界のレピータ数1000程度、日本国内160以上と、後発の欧米のレピータは、世界のレピータ軍串座しの反射板と接続できるなど、仕様が新しい。ありがとうございます。